第8問目。じゃじゃじゃん。さあ、膝下が異様に長い人がいます。ダウンドッグから足を後ろに上げて、一歩で手と手の間にっていう説明が意味がわかんないそうです。一歩で行くと自分の顎をキックしそうで怖くてできないそうです。どう調整していいかわか、ん?どうせつ、ん?調整するように、伝えたらいいでしょうか?皆さん、この質問、意味わかるかな?意味わかるかな?どういう質問をしているかっていうと、こういうことでございます。ちょっとキックしそうで怖いけど。足を上げます。そこから、ぐーっと前に行くときに、ちょっと待ってね。ちょっと向き変えますね。ぐっと上げます。そこから前に行くときに、膝下が長いので、こういうふうにぐってやると、自分で顎をこうキックしちゃうよっていうね、こうキックしちゃうよっていう質問です。これ何が言いたいかというと、いきますよ。私別に膝下長くないんですが、自分をキックしそうで怖いですね。まあ、キックしそうじゃないな。何が言いたいかというと、行かないです。これだったら行かないです。そうするともう無理やりこうやるしかないですよね。だけど、背骨を丸めて、丸めて、丸めて、丸めていったら、そのままいきます。伝わりますかね。背骨をフラットな状態でやると、やっぱり怖いです。怖いというか当たります。股関節からじゃなくて、背骨を気持ちよく動かしてますか、どうですかっていうことが、とっても大切になります。背骨をしっかりと動かしていますか、どうですかっていうことが、非常に問題点として上がります。なので、足が長いというのは、一つのそれは特徴でもあると思うんですね。ということは、足が長いのであれば、背骨がきっちり動く。でも、膝下が長いってことは、腕も大体長いと思うんです。どうなんかな?どうなのかな?長いのかしら。で、ということは、私がまず考えるのは、足、腕で動いてんだろうな、こいつは、っていうふうに思っています。背骨をうまく使えているのかな、ってことをちょっとチェックしてみてください。で、背骨の硬さが、足を振り抜くスペースを、生み出してない。背骨の硬さが足を振り出す、足をね、こう前に出すスペースを作り出してない。では、ここら辺のスペースが、このままだったらもうきついですよね。だけど、こっから、ぐぐぐぐってやったら、わかります?これだけで足が、ぐっと上がりやすいですよね。こういう状態。これが、こういう状態だったら足なんて上がんないですよね。それを、背骨を丸めるだけで上がってくるんでしょう。っていうのをちょっと見てあげてほしいなと思います。回答になってますね、瞬間。回答になってますね、瞬間。はい。ぜひやってみてください。